白雪に帰乗する昭和天皇陸軍士官兵式で白雪にまたがり越兵を行う昭和天皇。白雪は昭和天皇の愛馬。白雪は1921年にハンガリーの国立バブルナ牧場で誕生したアラブ種の白馬で佐藤達次郎男爵が遊佐公平に依頼して購入した。訓練の結果天皇の御両馬にふさわしい名馬に仕上がったとして佐藤は 内に献上を働きかけた当初、内省側は、白馬では敵の目につくなどの理由をつけて辞退しようとし、また民間への払い下げを視野にしてか、買い取りの形を取ろうとしたが、佐藤は、あそこに陛下がいるとわかれば、全軍の士気は100倍すると押し通して1926年に白雪を献上した。1942年に引退するまでの間に、 昭和天皇による白雪への起乗は344回確認されている。戦前に写真を通じて人々に印象付けられた昭和天皇の姿は軍服姿でこの白馬、白雪にまたがるものであった。昭和天皇が白雪に乗る写真は1940年6月にアメリカの雑誌、ライフの表紙を飾った。引退後、白雪は 宮内庁下佐五両牧場で余生を過ごした。第二次世界大戦中、アメリカ海軍の司令官春勢は、天皇の馬、に乗ることを公言しており、1945年6月4日の、ライフでは、春勢提督に馬を送ろう。というタイトルで、昭和天皇を乗せた白雪の写真が掲載された、戦時国債の購入を呼びかける広告が、掲載されている。なお、 戦後アメリカ大衆は公約の実施を期待したが、ハル税の五両場空き城は結局実現しなかった。ありがとうございます。